どうも園長です。どうもおばさんぽです。なのです。はい、今日なんですけど愛媛県までやってまいりました。半年ぶり。はい、何しに来たかというと食園祭ですね。そうですね、あの半年前にね食園祭見に来させてもらったんですけど、うん、なんとね今回その JPS の荷物を、食園祭で販売してくださいというねオファーがありましたので、大規模な JPS とはちょっと行きませんけど、まあ、荷物をね集めさせてもらって、販売していきたいと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。さあ行きますよ。はい、天気がいいね。半年前も同じこと言った。ここで、ね、ここで言った。天気が良くて、ね、おはようございます。どうもどうもどうも。お願いします。お願いします。橋を渡ってたどり着かん。暑いね、やっぱ2階は全然こんな風になってた。ここおはめーぶ、おはめーだから金魚とかを一緒で猫あの植物もしっかりと1週間2週間くらい。あ、こういう感じね。チャレンジする。今日チャレンジ、あ、妖精にチャレンジ、うん、まだオープンまで20分だ、ね、結構上達したよ。常連が出ました。ただいま森尾ブースではモデマトフラブ半額です。半額安い安い。数に限りがございますので皆様お早めにお動きください。いっぱい寄せなんでなイタリアに一段までも育っていただきましたかね。改めておはようございます。おはようございます、入場者数もね数えてたんですけど、もうお客さんの対応でもうできなくなりまして、去年がまあ春が1500から1800ぐらいだって、それを上回ってたような気がします。今日も天気が良くて、人は来てくれると思いますので頑張っていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。今日はスーパーウルトラ元気な妖精どうぞ。おはようございます。さあ開場します。よろしくお願いします。ありがとうございます。おはようございます。あの今回ね、あの JPS としてちょっと誘っていただいたんですけど、はい、どうですか昨日の感じ。去年よりね多いですね、うん、で並んでいただいたんですけども、うん、昨日も、まあ、今日よりもっと並んでいただいてて、うんうん、70、80人いたのかなって、はい、もうありがたいなって思ってますね。今回で3回目ということで人数はだいぶこのイベントもね知られてきてるんじゃないかなと思うんですけど、だからここら辺の質感とか、あ、感触はありますね、はい、お伝えしててもすごく行きますよ行きますよ、うんうん、もう楽しみにしてますよっていう、うん、あの反応がすごくあって、はい、もう嬉しいやら大変やらで思ってはいますね。各地でいろんなね園芸のイベントが、はい、増えてきたんで、選択肢もね、たくさんできてはいると思うんですけど、はい、まあ年に2回の、
そうですね、もう本当、まあ、認知度が少しずつ上がってきて、うん、お客さんの反応も変わってきたので、まあ、要望もかなり増えてくるんじゃないかなっていうのは思ってますよね。頑張ってはいます、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞ。嬉しい。ガラ入ってるんですね。名前も入ってる。なんかめっちゃいっぱい風呂入ってんだけど、めっちゃ嬉しいんだけど。汗かくからもうタオルある。ちゃんとあんまり色違います。ありがとう。すごい。いっぱい持ってまして。ありがとうございます。フロリダゴースト求めて来てくれたんだけど、シーレスパイを。昨日も来てくれたんですか。面白いのは多分こっちかなと思ってます。これね、あのでも今年これってどんどん根が張るじゃないですか。でずっと植え替えしなければ大きくならない。そう、あのこの辺のまま割とこれ以上には大きくなっていかないんで、もしまあ邪魔になったらもう切ってあげたりして、はい、でも同じ鉢に、まあ、土はね、どうしても痩せてっちゃう、あの痩せこけてっちゃうんで、まあ、土変えて、土チップに変えてあげてもいいし、同じ鉢だけど土だけ変えたら根っこもまた切ってあげて、植え替えてあげれば、でも大丈夫なんですか。大丈夫。そしたら根っこが再生されるんで、まあ、そういうやり方もいいかもしれない。葉っぱがすごく大きいから、葉っぱが下がる。限界があるもんね。そう、もうほとんど今年8号になってる。株分けしてもいいですね。あ、そうね、ご主人がそれ。なんかその株分けする勇気がないんだけど。株割って、まあ、2箱にしたり。うちのも1個ぐらいしか持ってない。開いてないかもしれない。ああ、でもこんな小さくてもさ、あ、そうやった。白くて可愛いよね。まあ、おそらく多分ね、環境に慣れてたと思う。この夏ぐらいから多分。今回ちょっと石田綾子さんお会いできたんで、ちょっとお話を聞いてきてください。 ありがとうございます。シンビジウム、シンビジウム、はい、専門で、もうシンビジウム専門でやってます。はい、ちょっと見させてもらったら、はい、お邪魔とみたいなシンビジウムがある。はい、ということで、これは掛け合わせで、こっちはもう純粋なシンビジウムの原種になります。これはもうミャンマーとか、うん、インド、中国の南部とかにもう着生、金が着生してる種類のシンビジウムの原種なので、こういう着生する種類のシンビジウムだと、まあ、こういう根っこの勢いがあるような種を選べば、まあ、グラマトでやってるみたいなモジャ、モジャ、モジャ仕立てができるし、まあ、普通に板付けとか、ヘゴ付けとか。板付けもできるんですか？板付け全然できます。もうノリ的には美角みたいな感じで、ちょっとこう苔で、あの作っといて止めてあげて勢いつけるっていう感じにすれば、もう板付けも花もかっこいいですよ。なんか神秘でそんな板付けができるっていうイメージ全く今までないですもんね。できます。だから今からちょっといろいろやってみようかと思って。これもそうです。神秘ジウムの原種でアロイフォリウムって、アロエみたいな葉っぱってすっごいやつです。うわ、めっちゃすごいね。こんな神秘になるともう直射日光当たっても大丈夫。平気なんだ。平気です。もう日光、強い日光の下でも生きていけるような。あ、すごい。この辺は熱帯でも着生してる熱帯蘭なので。へえ。花も1年に1回ですか？もう1年に1回って感じですね。熱帯のいろんなお宅とか行くと、割とこう庭木にこう何十年ものをこうたまにして吊るしたりとかして、よく楽しんでたりとかします。この辺はだからちょうどあのちぎって、はいはい、私が25年ぐらい育ててるアロイフォリウムがあるので、それを今解体して世に出していこうかなと思って。まだそんなにこう流通させていないので、今から出ていく感じになっていくと思います。ちょっと今
タイとかね、うんうん、あっちの友達とかから流通できる仕組みができてきたので、はいはい、いろんな国の原種の神秘を集めながら世に出していけたらなと思います。面白いですね。なんかこの神秘でも新たな、そうですね、仕立ても作られて、そうで板付けとか別にもじゃ仕立てじゃなくても、うん、あの普通に吊るすっていう、考え方してもらったら、これ実はまあもちろん場所のね、うんうん、問題もクリアできますけど、うんうん、植物自体結構喜ぶんですよ、はいはい、乾いて水が入ってくるのが好きなので、うん、なので性格的にはすごい合ってくるので、はいはいはい、なので、ね、私たち農家もあの棚がこう、うん、メタルの網の棚に置くじゃないですか、はいはい、あれって引いてみるとほぼ吊るしてるのと、そうです、ね、まあ、実は買わないんですよね。しっかり切れてね。そう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 。下からも空気が入ってくる、ね。そうなんですよ、うん。だからコンクリートの上とかに鉢植えを置いちゃうとかよりも、全然吊るしちゃうっていう考え方もできてくると面白かったり。はいはい、シンビジウムは着生種と地生種、キノコみたいな不生種とかもあるんですけど、まあ、基本着生種と地生種が混ざるので、だから丈夫なんですけど、まあ、やっぱ着生種入ってるので。もう選んでいけば、でグラマットとの子供みたいなのもできちゃうし、これ石田さんところの、まあ、後輩種、そうですね、でグラマットフィラムとシンビジウムを、後輩にして、特にシンビジウムもオーストラリア産のシンビジウムの後輩種とかけてるから結構暑さに強い種になる。花も可愛い、可愛いですね。しかもそのさ、グラマットと神秘が交配できるだけ、あの思いっきりしなかったんですね。そうですね、反則レベルの交配ですけど、でも意外とかかるぐらいの近さにはランの中ではいます。あ、はい、そうそう、ランってこの辺が普通の植物だとありえない距離でかかっていく植物なので、はいはい、まあ、だから面白いのがあるんですけど、だからちょっとグラマットの遺伝子を入れながら、うん、暑さとか、まあ、夏とかでも避けるようなのとかっていうのを今私はもともとは狙って交配始めてるんですけど、まあでも単純にこういうあの仕立てとかって狙っていくと、まあ面白いのができるかな。ちゃんと葉っぱはねちょっと神秘らしさを入りながらっていう感じ。これも鉢から抜いて、だから2ヶ月ぐらいこう養生しながらこの勢いなので、あとやっぱグラマトよりも逆に低温に強くなってくるので、そうですか。そう、この子ももともと今5度までの条件でずっとここまでで3年かけてるんですけど、5度ぐらいは経験させてるので全然下の幅が広いので、まあそういった意味ではお宅の中で飾るっていうところでもグラマトだと15度ぐらいやっぱ調子キープするなら欲しいなと思って。3年で これぐらい、こういうもじゃみたいな仕様を考えた時には、うん、やっぱりそもそも森尾さんとかもそうですけど、もともとやっぱり勢いがあるところまで作っておいてあげないと、うん、このあとうわっと出てこないので、うん、でまあこれを狙い始めた時にやっぱ結構年数かかるなって、うん、3年ぐらいもここでグッと作り込んでって、まあ、このぐらいの勢いが立てれる。まあ、ただもうちょっとちっちゃいのも遊びたいので、今あのもっと子供のやつからちっちゃい鉢で勢いつける作り方を別で実験してますけど、じゃあなんかシンビジウムっていうと、はい、もうなんか冬のイメージがあるじゃないですか。内田さんのところはこうシンビを、まあ、年間通してなんか出荷っていう、ああもう願ってます、ね、気持ちがあって、はい、昨日盛り上がったので、はいはい、そうそう面白いですね。あの YouTube も僕ちょっと見させてもらって、あ本当ですか、ありがとうございます。YouTube のね、もう本当ノウハウというかね、いろんなことを説明されて、ああとんでもない、恐縮です。いえいえ、でも本当気になる方はね、石田さんのちょっと YouTube 概要欄、ぜひぜひあの神秘大学を見ていただければ、ね、見ていただければと思います。ありがとうございます。今日の聞きよろしくお願いします。ありがとうございます。初心者なんで OK です。抜いていただいて、はい、とりあえず大皿にスッと乗せてみましょう。あとはこれだ、あとは、うん、持ちやすい感じにしようかね。僕はこんな感じが一番持ちやすい。あ、惜しい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 、ちょっと待って、いけるいける、これ頑張ったら、あーすごい、もう行けます。あ、もうあと2段階ぐらいもうこれ以上無理かも。待って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 、おお、もういい、もういける、もういける、あ、こっからいいやろ、いけるいけるいけるこっから、もうさっきと一緒、大皿に乗せる、無理かもしれん、それは、もう無理かもしれん、反対っす、こう、ここで乗ったけん、ここからこの方からこの、おお、いけた
た？できてた？すごいんじゃないですか？ SS ですか？ M がいいって言ってた。どうぞ。どうぞ。どうぞ。すごい。あっさり。あっさり。そして、あの動画もよろしいですか？ありがとうございます。向こうに向かって獲得の勝利を。素晴らしいです。ありがとうございます。膝の使い方がめちゃくちゃうまい。そうかなと思って、こうかな。ありがとうございます。はい、ということで、いやーね、ね、食営さん盛り上がってますね。盛り上がってますね。ね、やっぱお昼、うん、美味しいもんあるって分かってるからね。食べに来る。食も満たしてね、目でもね、楽しんでね。そうですよ、食欲、ダブル食欲を、ね、ダブル食欲満たすと。ということでね、今日ね、はい、ちょっと珍しくおじさん二人で、おじさんぽをちょっと行っていきたいと思います。僕も初めて見るブースのね、出店者さんもいらっしゃいますし、はい、そうですね。だからちょっとね、猫さんに植物を解説してもらいながら買い物をできたら、まあまあまあ、欲しいのあるんですね。はい、ちょっとじゃあ行きましょう。行きましょうか。うー、レッツゴー。楽しみやわ。どっから行きます？じゃあこっちからぐるーっと行きますか。はい、こっちからね。これも気になるんだけど、このフィンガーライムもね。あ、これね、プチ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 してましたよ、うん、ああ、そう、試食させてもらえて。ああ、そうなんですか、はい、こんにちは。お迎えが減ってごめんなさい。あ、大人気ですよね、フィンガーライムってね。あ、いいですか。で、これをこうやって映した方がいい？自分で見て、ね、これすごいんだ。ムニムニと押し出してください。うわぁ、おぉ、うん、うん、うん、食感が面白いですね、うん、食感が。うん、とんぶり、とんぶり、そうです。へぇ、はい、あ、ありがとうございます。で、これ何、いろんな味というか、いろんな品種でいろんな味になってるっていう。色とか、あの味とか匂いが違います。へぇ、あ、そういうこと。そうです、結構品種あるんですけど、ごめんなさい、ほんとまばらになってしまって。いやすごいね。これはもともとどこの国の植物？オーストラリアです。オーストラリア、あ、オーストラリア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 。で、こういうあの食材に添えるものとして人気があるんですよね。なので、ちょっとそのままあのみかんみたいに食べるんじゃなくて、うん、はいはい、うーん、すごい。これ植えてどれぐらいでその実ができたり、まあ時期でもあると思うんですけど。今これ2年生代に持ってきてるんですけど、うんうん、2年生でももう実がついたもの、花がついたものいっぱいあるんですけど、おお。もうそんなんからバンバン植えて、ちゃんと、もうそう、そこに行く。そんなんから出てしまってるので、もうだいぶ減ってきてる。ああ、そうですか。王子っていうことは、冬も外で越せてしまう感じなんですか？この辺全然大丈夫です。ああ、そうですか。水が育つとこであれば、うん、育てるとこも全然大丈夫。そういうことですね。刺激をして、うーん、あ、それでね、それで大丈夫なんだ。ちなみに一番人気の品種はどの品種でした？一番人気ですか、やっぱりあのミラリアピンクなんですけど、うん、コレットグリーン、ね、これコレット、はい、これがミナリがいいし、あ、ミナリがいい、そういうことね。花もやっぱりちょっと大きめでね。そうですね、あれですけど、うん、これが一番先に集まりました、ね。ああ、そうです。一番赤い色が綺麗な。なんかこれポスターだけでも美味しそうに見えますね。そうですね。おしゃれ。食べてみてください。パッて見たら、あ、なんかガッチャーみたいな。クルピペポー言うと。そうそう。ネタが分かった。素晴らしい。素晴らしい。ちなみにどこの県から？愛媛ですか？私はそうです。あ、松山から来てます。あ、松山です。これ、大義の育ててる補助は長野です。長野で。ああ。で、今回長野から送ってきてます。はいはい。で、直売。普段はその市場とかに出荷とかじゃない？もう直売。あ、直売で。お客様から DM をもらって。ああ、そうなの。だから、こういった全然その大会っていうのはないんですよ。あ、そうなんですね。東京と
かね、はいはいはい、愛知とか、あなたのペットとか、はいはい、そういうのがあるんですけど、あそうなんですね。初めてで、関西の方っていうのはこういうのはなくて、あなるほどね。佐藤さんが珍しいものがいいっていう、あそういうことですね、はい、初なんです、9月の花とももう出られる、9月ああもう僕らも出るんでよろしくお願いします。いいじゃないですか。じゃあ本当ですか。4月そうです、あの、うん、森岡園さんのブースに行って、はい、僕らは遊びに行っただけだったんですけど、ね、そうです、はい、YouTube とかで、はい、そうです、そうです、 YouTube です、はい、うんうん、そうですね、はい、撮影はしました。ピンガランが出るっていうので、はい、あのお手伝い、私お手伝いに参ります。ああ、ありがとうございます。日にち決まってますね。そうです。9月の2日、うん、なんか2日かそうなんです、ね。朝岡です。よろしくお願いします。はい、ぜひちょっと大きめにやるんでよろしくお願いします。いつもカーメン君ばかり追っかけてあの写真撮ってもらってるんですけど。あ、ますか。楽しみだな、じゃあ、ね、はい、花友フェスタ、花森カフェ、花森カフェね。はい、もう植物も何も売らんとカフェしようかって言ってカフェですか。いや、わかんないです。もう休憩所作ったのかぐらいの感じでやろうと思って。ね、まあ、内容は未定ということでね。はい。何を出される予定ですか。まあ、一応猫チップは出して、で、あとも協力してくれる方々の植物をこう置こうかなと思ってるんですけどね。よろしくお願いします。またあの こちらも概要欄にちょっと貼らせてもらいますんで、で気になる方もいるかもしれないんで、うん、ぜひお問い合わせできるようにしておきますんで、そうですね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ソーセージもあるんですか。ん、はいはい、ソーセージ、あソーセージもピンガライも入れて生ソーセージ、あ中に入ってるんですか。ソーセージの中に生を練り込んだみたいな感じで、あ美味しそうだね。こだわってるソーセージ、そのね、もともと美味しいですからね。うんうん、そう、そう。絶対美味しいね。パッケージももう、絶対美味しいやつ、ね。パッケージで買いようと思ってる。あ、綺麗ですよ。いろいろあるな。え、これ今日販売されてるんですか。これは、あの、冷凍なので、一応、あの、そうで販売して、直送させて。はい、なるほどね。はい。はい、うん。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、また花友で。はい、ありがとうございます。あとじゃあ猫さん気になるやつが来ましたよ。おお、ここが味覚専門不死なんですけど、はい、僕こうさっと見てて、うんうん、あれっていうのがあったんですよ。どれですか。あ、これ、はい、これはどういったあれなんですか。ラベルがちょっと隠されてるけど。ほんますね。それをちょっとね説明して、はいはい、いただきつつ、これねもう謎に包まれてるんですよ。アスクと。アスク。うん。コスモスポア。これはどういった味覚なんですか。コスモを、まあ、巻いての、うん、明らかに姿形がちょっと違う、うん、めちゃくちゃ変異してますもんね、うん、やってる人なら見たらどうしたっていう。そう、どうしたっていう、うん、これもともとコスモってどんな、親の姿ってどんな。親はないんですけど、貯水葉がぐわっとこう分岐して上がっていってですね、貯水葉を楽しむ感じで、あ系統で言うとベイチン、ビーチウィーリンキーの掛け合わせになる。ああそういうことだと思うんですよ。いっちゃいますか。これはねアスクなんですよ。おいくらなんですか。そこはもう交渉で値段の交渉して、これをちょっと大切に育ててみようかなと、うん、記念にね。僕美学シダ買うの人生で2回目ぐらい。本当ですか。この記念すべき、記念すべき、このなんて言ったらいいかな、あこの子やなと来ましたか。もう来ましたね。昨日からね言われてましたね。ちょっと気になるやつ。気になるやつがある。値段次第かな。うん、なんぼで行きますか。もう猫さんなんで。はい。行けます。成立で。成立で。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと後ほどお支払いに、はい、あ、わかりました。いただくということで取っておきますので、はい、ありがとうございます。猫散歩一発目いきました。あ、イエーイ、ありがとうございます。はい、じゃあ大事に受けておきます。はい、後ほどお支払いにお伺いします。ありがとうございます。はい、交渉成立、交渉成立で。そして次が、はい、次行きましょう。あ、こちらは我らが森岡園さんの、ね、いらっしゃいませ。はじめまして。はじめまして。いつもあのインスタで見てます。あ、ほんまですか。はい、あ、あのまたインスタ、はい、あのもっと広めたいと思うんで、あ、はい、ぜひ
頑張ります。よろしくお願いします。ね、ありがとうございました。はい、じゃあ行きましょう。そうです。でもね、はい、今回は、うん、まあ、前回も持ってこられてたんですけど、はいはい、気づけなくて、うんうん、今回はもう決めてるんです。あ、はい。あるんですか。あ、この、ほう。このアジアンタム。アジアンタム。超貴重品で、おいおい。もう探すも見つかんないっていうもんなんで、もう、森尾さんのところはもうこれと決めて。持ってるんだね。これは森尾さん、どういうアジアンタムですか。これ、まあ、一枚刃が、うん、珍しいっていう、うん、まあ僕が気に入ったのは、うん、もう内輪型センス型の形が良くて、うん、去年の秋ぐらいにちょっと親株みたいなのを分けて増やそうとしたっていう感じ、うん、だから半年ぐらいで 1.5 倍ぐらいになったけど、うん、やっぱ成長が遅いのと増えにくいみたいです、うん、はいはいはい、まあ可愛いですよ、可愛いね、これハート型になってますね、うん、しかもこのエラー刃ともなればもうこんなこんなことになっちゃった。すごいすごい。え、すごい。すごい。気づいてなかった。めっちゃ可愛いよ、これ。ね、可愛いね。これね。まあ、だいぶレアと思います。じゃあ、だいぶレアですよ。これ、猫チップ植えたらね、ガン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 でかくなる。やってみたいなと思って。猫さん、やってください。チャレンジだね。やってみます。いきますか、猫さん。いきます。もう一番元気の良さそうなやつしようかな。いいっすか、これ。いいですよ。二つ目。成立。成立。あ、ちなみにこれ、はい。3万円でしたっけ。あ、まあ、猫さん価格なんで、はい、まあ、半額ぐらいです。半額ぐらい。大丈夫ですよ。OK 。これ、頑張って育てます。ええで、これ。あと、いい商品があるんですよ。うん、あ、マジっすか、うん、いろいろ紹介してほしいですね。こちら、うん、こちら、しつこいように、モジャマトフィラムって言ってですね、うん、そのように花が咲いていくので、また、よろしくお願いします。も、じゃもう一個さ、俺さ、あれコロッケが、コロッケもう売れちゃった？そうなんです。売れちゃった？コロッケ売れちゃった。そう、あれがめっちゃ可愛かったんだけど。今年ない、少ないんで、ライブ販売のやつを、はい、売れたやつを渡すために持ってきた。ああ、そういうことね。小さいやつを来年構えようとしたの。はいはい。なので、コロッケっていうと、この、まあ、花芽がない状態。花芽がなくて、うん、丸っこい苔玉にして、うん、小さいモジャマと、モジャマとコロッケモジャを作ろうとしてます、うん、で葉っぱとねこの根っこで楽しめるっていうあれだよね。もう根っこの観葉みたいな感覚です、うん、サイズ感はこれよりちょっと小さいぐらいかな、うん、でもあれぐらいのサイズ感がすごい可愛いなと思って。そうですね、よくやっぱりでかすぎて場所を選ぶんで、うんうん、小さいのはよく言われてたんですけど、うんうんうん、まあ、それに応えようと、うん、花ないけど観葉ということでやろうとしてます、うんうん、素晴らしい。また来年じゃあ期待してますんで。はい。はい。何コロッケぐらい？何コロッケ？何コロッケぐらいいきますか？まあ、200から300ぐらいはコロッケをこねようと。こねようって。はい。嬉しい。あれ？森尾さんも花友フェスタ出るんでしたっけ？あ、うん。一緒に。はい、一緒に花友フェスタ。花森屋ファミリーで。はい、はい、うん。楽しもうと思っております。はい。9月ね。9月。はい、何持っていこうかなってね。そうです ね。今作戦立てまって、うんうん、てますよね。そう、ててます。ててます、うん、秘密のやつをね、はい、隠し玉があるから。はい。うん。楽しみに沿ってください。はい。じゃあ楽しみにします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、森岡さんでした。インスタフォローしてください。さあ、続いて石田さんとこ。ここはもう。石田さんとこ見に行きましょう。このシンビジウムのね。ね、素晴らしいです。で、猫さん言われとったの、これ？そうなんですよ。ふいりしんび。このふいりしんび新作2種っていうのを、うん、そう。そう、言ってたら。そう、昨日猫さんが言っとったの、俺、忘れとって朝聞いて、あ、いいのかねって言っちゃった。そう。で、いや、浅岡さんもそれ行くんや、もうこれもう任せようかな。あ、本当ですか、うん、任せてもらっていいですか、うん、これどっち？でもね。え、どっちもでしょ。こっちは、うん、花に、花にも。符が入る。うん、ね、うん。こっちは赤花で、花には符が入らないんで、葉っぱ。葉っぱにね。で、こっち赤花なんで、符なんですけど、符、うん、のね、葉先もよく見ると、ちょっとこう赤い。あ、ほんとだ。はいはいはい。はいはい。実は、符合もちょっと、そうそうっていう感じになります。じゃあ、神秘の符入りなんてすごいですよね。すごい。しかも花にも入るってさ。かっこいいですね。かっこいいですよね。これ絶対かっこいいです、これ。これ、花1メーターぐらい伸びるでっかい種。あ、そうなんですね。大型種なの、うん。めっちゃ花でっかいもんな。ちょっとこれ俺猫チップで検証したいやと思ってね。わかりました。あれ？これ花つくのに何年ぐらい？ 3 年？こっから3年ぐらい見てもらったら、うんうん、でも園長だったら
2年ぐらい。2年ぐらいで行けますかね。じゃあこれと、じゃあこっちも行こう。成人の時にな、二十歳の時に花咲いたのプレゼントやな。うわ、めっちゃいい。じゃあこれ2つ行きます。ありがとうございます。はい、でね、これもさ、これ置いてたんですね。日にガンガン強い。これめちゃくちゃ葉っぱ分厚い。そう。そらそうやろな。これすごいなと思って。これインドネシアとかマレーシアの熱帯でこう木に着生をして、うん、これ結構痩せた森でついてるやつだから、もう直射日光、熱帯の直射日光に当たっても大丈夫なように、うん、葉っぱが強く進化してるシンビジウム、アロイフォリウムっていう、アロエみたいな葉っぱのっていう名前がついてる。あ、なるほどなるほど。シンビジウム。すごい。すごいです、これ。で、小株があるんで。それはもう小株があるので、それ、もうそっからじっくり。じゃあ、楽しんでもらえる。これも行っとこうかな。ちょっと、ランにまで手出しちゃう。だけどね、ちょっと検証したいんですよ。いやー、まあまあそうですね。そう。遊んでほしいですね。で、このさ、神秘のもじゃとかさ、見てさ、ちょっと衝撃を受けて、こんな遊び方があるんだと。ガンガン行くと思います。ね。ここまで、来たら。なんかこういう新しいチャレンジしてるのを見るとね、刺激を受けるんで。そうですね。ちょっとやってるやつ。刺激は受けます。じゃあ僕、この神秘、3点セット、いきます。はい、ありがとうございます。激レアも激レア。激レアやね。ちょっと後でお支払い行きますんで、ちょっと置いといてください。はい。いろんなお店がね、ありますね。ハオルチア屋さん。ハオルチア屋さんです。これをさ、大きくしてみたいっていう、ね。はいはいはい。そう。あ、これ割とでかい。この子ね、うん、同じ子じゃないかもしれないですけど、はい、僕流水トレーニングやってる。はいはいはい、まあ、最近はもう流水してないんですけど、うんうん、そこに地植えしてる状態で、めっちゃ元気なんですよ。あ、うん、ちょっと手応えは得てるので、うん、ちょっとね、どれかやってみたいんですよ。こういうのも可愛い。不思議っす。不思議ちゃんっすよ。不思議。で、これ可愛いっすよね。ハオルチアの不意義？オブツーサニシキ。すごい、真っ白だもんね。大丈夫なのかって思うぐらいの白。可愛いって言われた。可愛いいただきました。なんか、これとかもすごい。ああ、これかっこいいじゃないですか。これかっこいいっすよね。でか。でかい。これいいよね。これやってみよう。D 型ポンプと、ミュータント。ミュータントってやったんですね。ミュータントってどういう意味ですか？え？わかんない。変わったやつってことなんだ。変わったやつ？なんかこういうのも結構俺好きなんだけど、ああ、なんか向けていく感じっていうかさ、ね。お花みたいな。うん。不意義はやっぱりときめくんな。これしよ、こんなん育てられるかなって思うぐらいに白いけども。猫チップならいけるです。いけんのかな。やっぱ超レアって書いてあるんだよね。形的にはこれ凄まじい。はい。ここら辺は超レアなんですか？そうですね。突然変異の。突然変異。はい、これの、はい、これの普通の子ってどんな子なんですか？それは、普通の子は裏に符が入ってるというか、透明が回ってない。あ、そういうこと。あ、ここまでね。はい、あ、そういうことですか。まあ、それをかざすとね、やっぱ、キラキラが、裏まで回ってる回ってないので。あ、そういうことですか。違うんで。これはもう、不入りの。そうですね。オブツーサーっていう品種自体は割とポピュラーな、うん、あの品種なんですけど、うん、それを、ね、未生で増やしていく中で、まれにこういう。ああ、そういうことですか。それをよって、まあ、集めていく、ね。あまりこう、ここまで白いと不安だったりするんですか？そうです。成長はすごい遅いです。ね、ここも、他のハオルチアより、ね、細いし、成長も遅いですし。ちょっと難しいかもしれない。難しい。かみはしないですよね。うん。大丈夫かなって、不安がある。まあまあね。成長遅い。大きくはなるんですもんね。頑張ってたら。頑張ったら。まあそうですね。大きな僕も見たことないですね。あ、これはチャレンジ？チャレンジします。すにしましょうかね。去年、息子さんが。そうです。うん、そうなんですよ。あの子元気。いや、あの子ね、ちょっと僕がほったらかしにすぎて、いなくなっちゃったんで、ここちゃんと、ちゃんとリベンジするっていう。はい、セカンドチャレンジ。この、おこちょさん錦を再チャレンジします。後ほどお支払いに行きます。さあさあ。すごいね。だけどやっぱ変わったのがいっぱいありますね。そうですね。初めて見るのは。果肉ちゃんも可愛いんですよ、ね。うん、果肉もいいね。果肉も可愛い。
さあ、さあ、油尾根間、春さん、うちの地元の安城市の春さんです。そうなんです。はい、アグラオネマもね、なかなかちょっと成長はね、うん、やっぱうちのハウスでも買って育ててるんですけど、はい、成長がね、若干遅いかなと思って、昨日聞いたら日が強すぎるかもって言われて、あー、なるほど、ね、うん、ちょっと暗くしてみようかなと思うんですけど、アグラオネマもね、もねすごい。いや、結構ね、アグラオネマは猫チップでいけるんですかっていう、うん、聞くので、はいはい、やっとはおるんですけど、うんうん、まあ、数が少ないので、うん、まあまあ、1イベント1つとかっていう、なるほど、徐々に徐々にね、はいはい、こう数を増やしていこうかな。これでしたっけ。そう、これもね、この白が入ってないっていうのも綺麗なっていうことなんですが、これ厳選、やっぱすごいじゃないですか。これもこれはすごい。これすごいっすよ、ね。もうなんか絵に描いたような色なのね。うん、どうしようか。すげえんですよね。この今人気のスキンラプサスもね、こんな感じのスキンラプサス、こういうのもね、すごい今人気なんだ。インドネシアからかな、うん、あ、これカーティシーなんですか。一応カーティシーです。マジですか。カーティシーなんか気に、そうそう、そうそう、そうやってなんか言われるじゃん。カーティッシュで買ったやつ、ただ増やしたやつ、うんうん、ああ、そうなんだ。え、あ、ちょっと待ってよ、どれぐらいなんだ。お、じゃあ、俺も即決でカーティッシュで行きます。うん、ずるカーティッシュ、気になってたんです。思わすか。でもカーティッシュもう一個あるあれ、あ、ちっちゃい方、うん、あ、こっち、こっち、あ、でもこっちだ。そう、こっち、これ行こう。俺のカーティッシュ、俺のカーティッシュ。まあ、一鉢だけね。一鉢だけ、ね、増やさない、うん、増やさないの。増やさない。レオンのカーティッシュですもんね。そうやん、レオンのカーティシーです。ハルさんと一緒にアグラオネマを難なく育てないといけないんですよ、僕らは。あ、どうしようか。でもみんながうわあれやったんやなっていうぐらいのやつやらんとあかんもんね。これかこれか。あ、そういうことですか。そういうこと。いい株で。そう。そう。これもすごいよね。あ、下から。どう。いや、すごいっすよ。これもでかくしたい。うん、それいいで。これもすごいんですよ。お値段もすごいんですよ。お値段もすごい。でもこんな色な見たことないもんな。これもいいね、これ。これいいですよね。ね、これ僕すごいお気に入りで。うん。あ、そうなんですね。本当は売りたくないみたいな。本当は売りたくない。え？じゃあ大きくして売り返しましょうか。あ、それいいですね。増やしてね。増やして。協力関係を築こうか。これ綺麗だ。お値段も綺麗ですね。そうね、シルバーのね。まあだけどないもんね。未消したやつ。あ、未消。どうなっていくかわかんない。あ、それちょっと行こうかな、俺じゃあ。それもいいですね、うん。そういうのも、ね。楽しみが。じゃあこれもそうってこと？そういうことですね。うん、未消です。うわ、これちょっとなのに選んでもらおうかな。うん。なあちゃん選ぶ。うん。どこから？このトレー、あ、ここか。こんだけ全部。この中から、もう、綺麗だなと思ってこれってむずい。将来を予想しながら、ね、予想しながら。でもこれは8000円、どうなるかわからんっていうね。かっこいい。これ白い符が入ってないね。猫さんが言っとったさ。そうそうそう、白身がない。かっこいいですよね。うん、なかなか人気出ないんですよ。ああ、まあこう3色見ちゃうとやっぱこっちになっちゃうかもしれないですね。うん、綺麗ですね。俺はじゃあカーティシーで、カーティシーで頑張ろう。じゃあナノセレクトで行こうや。本当に？うん。あ、でもこれ3色入ってる。ピンときたよな、これ。俺も思った。このグリーン系も。うん。それ可愛いよね。ブラック系もいい。うん。どれもじゃ。どれもいいや。どれもいいや。どれもよく見ちゃう。これとこれにする。おお、ダブル。こう、ちょっと白が入ってるのと入ってないのとを楽しむと。猫たん、この2株でアグラをね、まあ、大きく育ちちまうぜ。覚悟しな。そういうことにしよう。はい。さあ、ね。まあこういうね、雑貨も、そうっすね。手作り雑貨かな。うん、こういうのもね、綺麗。販売されてるんで。すごいよね。手作りすごいっすよね。ね。ここっすよ。ここはもう決まってるんすよね。ああ、もう決まってる。はい。うん、
もう目をつけてあるってことですか、はい、そうなんです。これね、これね。はい。あれ、漏れちゃったのか、漏れちゃったのか。浅岡さんは、うん、なんかあるんですか、これやで。今ね、特にね、探してるやつはないんですけど、まあまあ、このどら焼きのでかくなったやつも面白いかなと思って、ね。これも綺麗ですよ。うん、ここなんかカップ型になってるのも。これぐらいの初めからでかいと。うん。どら焼きはね、俺、あの猫さんにいただいた2つ。はい、あれしか、あれどら焼きですか、あれはね、後輩。後輩ですよね。うん、まあ本当はこれ欲しいんだけどね。それだって本当はマユミが欲しがってる、ね。ああ、そうそう。これ いいんじゃないですか。こいいけど、ちょっと今日はいけ。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 でもどら焼きってどれぐらい大きくなる？はい、どうなんすかね。なんか小さい株はさ、うん、販売してるのを結構見るんですよ。そのどら焼きって名前つけられた大元、うん、株の葉っぱはこんなんですか。ああ、そうなんだ。はい、見せてもらったから。結構でかい。じゃあ全然でかくなる可能性、可能性っていうかでかくなる。でかくなる、ね、うん。じゃあもうこれいこうかな。持って帰れるかな。持って帰れますよ。なんとかしてね。全然持って帰れる。ああ、まあ紙袋入れてきて。うん。あ、でもこっちもできるね。ね、選んじゃう。選んじゃう。めっちゃ立派ですよ。ね、これいいね。これ猫チップかな。あのね、ちょっといや、オリジナルの配合やと思います。はい、じゃあこっち行こう。ちょっと新芽が出てる方。よし、じゃあ俺はこのどら焼きを。タンクもいいんですけどね。タンクもいいんですけど、うん、このピンク、ムーランルージュです。あ、かわいい、綺麗。置き場所に困らないじゃないですか、こういうね、ちっちゃいタンクは。そうなんですよね。なんか綺麗に育てようと思ったら、それはそれで難しいんです、うん、難しいんだ。これがなんか変わ、あれ今日はもう配置が変わったのか。なんかこの小さいのね。ああ、そうそう。球根の欄。そう。うん。ものすごい小さい。もう BB 弾みたいな。本当ね。あれがなくなっちゃった、ね。なくなっちゃいました。タッパーが。うん。あそこにある。ジュエルですよね。ジュエルオーキッド。ジュエルオーキッドは猫チップでいけますかっていう質問が多いんですよ、ね。はいはいはい。ジュエルオーキッドって結構人気があるんですよね。俺あんまり知らないけど、それ。多分ね、そこそこ暖かくならないと出荷ができないから、うん、今ぐらいの季節が一番多いんだと思うんです。ああ、そうなんだ。前にが好きそうなピンクのやつもあるし。そうなんですよ。ジュエルオーキッド。キラキラするんですよね。ジュエルっすよね。ああ、迷うな。今更ドラ焼きより違うやついった方がいいかもしれない。めちゃくちゃ綺麗ですけど、ね。うん。すごい綺麗。あんま育てたことがないって分かんないですか。シュスラン。シュスランでしょ。シュスラン。うん、これも可愛いね。値段は可愛くないけど。まだいい。まあまあ。こういうのも面白いね。でもやっぱこれかな。わかりやすいやつがいいかな。あ、わかりやすいやつ。うん。気になるな。ピンク。こう、二択を繰り返すことによって厳選していく的な。悩む。おじさん悩む。これとこれとこれ。これでも綺麗もんな。厳選しております。いやもう、これお目が高いって言われたけどな。で、全部送ってよ。最終全部送ってよ。あれ、これ昨日猫さんいいって言っとった。あ、そうです。アリサエモイですよ。これかわいいね。それかわいいです。人がいいって言うとやっぱ気になるの。耳がついてね。アンスリウムなの。そうですよ。ねえ、かわいいね。これねえ。そうやろ。あ、そうなんだ。うん。取ってくれた。かわいいね。まあでも僕アロカシア。アロカシア。これはどういった、新しい品種らしいんですよ。交配種なんですよね、うん。アントロベルベットって書いてます。はいはいはい。なんかね、メロの葉脈とインフィリナリスの黒さみたいな。おお。そんなイメージですよね。で、葉っぱの裏に毛生えてます。産毛がね。産毛が。うん。キャルのほっぺぐらいの産毛が。ついてます。あ、じゃあ猫さん、こっちは行かない？そっちも行きたい。あ、行きたい。と思いますか。あ、まあ、でも。行かんだったら俺こっちやめてこっちにしようかな。あ、そっちの方が面白いと思います。ね、うん、うん。じゃあちょっとトレード。また増えたら、
お互いにトレードしましょう。うん、そうですね。これいこう。これいきます。うん。これの方が面白みがある。いいよ、うん。あとだから、その、ジュエルをね。ああ、ジュエル。ジュエルは、ジュエル、ね。どうなんすかね。森落ちもやる？約束のジュエル。約束のジュエル、おじさんの約束のジュエルやる？ジュエルオーキッド。ジュエルオーキッド。約束のジュエルオーキッド。約束のジュエルオーキッド。うん。花咲くまで頑張ろうぜ。やっちゃいますか。やっちゃいましょうか。一つずつ。その、なんかこう、価値的なものがわからないけど。わからんな。これいいなと思ったら割とお安いもんね。2200円ね。あ、そうなの。うん。うわ、僕これにしよう。ピンク、シンバがめっちゃピンク。あー、いいんですね。かわいいね。うわ、かわいいね。すごい。これにしよう。あ、これいいわ。出会っちゃった。まあ、俺はじゃあ遠慮しとくわ。え？あれ？約束って言い出したくせに。俺の代わりに森落ち。これじゃあ別の。ちゃおうかな。何一人ぼっちやん。一人ぼっちの約束やんか。じゃあちょっとこれ置いときましょうかね。うん。他はいいですか。森落ちなんかから。他は僕はもうこれとこれで。はい。あのジュエルオーキッドは猫チップでいけますかっていうのを解決する。はい。と あとはこの新しいアロカシアを、うん、やります。でかくしてね、はい。はい。じゃあ俺はこのアンスリウムね。はい。アリサエモイリス。アリサエモイリス。はい。はい。じゃあこれちょっとチャレンジしてみます。チャレンジしてみます。めっちゃ可愛いそれ。はい、可愛い。はい、ということで。とりあえずおじさんぽ終了ということで、ね。すっきりしました。久しぶりに植物買いましたね。ね、はい、いいですね。やっぱね、やっぱ、うん、作ったりね、売るのもいいけど、買うっていうのがね、面白いですね。面白いです。本当に。貴重な、ね。貴重なお時間でしたね。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこれ全部ね、猫チップでお互いちょっと育てて。そうですね。ね、まあ、いつ発表できるか分かるので、こんなに大きくなったりっていうのはね。そうですね。また見てをやらないと、ね。やりましょうね。はい。やってください、ね。やります。頑張ります。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、まあ、職員さんも、はい、終わりということなんですけど。はい。ありがとうございました。ちょっとブース紹介まだしてなかったんで。はい。まあ、どんな感じでブースを作っていただいたかとか。そうですね。まあ、どんなものを販売したのかとか。はい。まあ、感想。はい。まあ、お二人でちょっと、はい、ちょっと、じゃあ、おば散歩として一緒に行きたいと思いますので、よろしくお願いします。ます、まあ、でも、もう最後の最後やから、だいぶ抜け抜けになってるけど。そうそうそう。あるものでね。はい、行きたいと思います。はい、まあ、まず最初にね、もうあんまりないんですけど、あの、こちらに、まあ、私たちの猫たんと私の植物なんかを、ざーっと持ってきたものを、あの、置かしてもらって、ちょっともうあんまりないんですけど。どら焼き？これドラ焼きかけるホルゲッティ言ってて。ホルゲッティ、うん、よく聞くやつね。はい。猫アンスですね。猫アンス。はい。この辺はこの辺は、フィロデンドロンの、まあ、ドメスティカムって言って、猫たんが育ててたやつを、まあ、私が、ラボで育てて、まあ、こう、鉢上げまでしたっていうやつですね。お買い得だよ。もう、ちょっと、もう、増えるものはね、別に値段は、うん、植物の値段はあんまり関係ないというか。これはお買い得だよね。はいはい、それよりさ、このさ、はい、かわいい。そうなのよ。これがめっちゃ可愛い。これうちは？いや、そう、お祭りやから。今回、猫たんが、うん、初めはね、こう、いつもみたいに値札つけるん、どうしようかなって言ってたんやけど、もう直接書いたらええやんということで、ポスカで、直接書きました。可愛いよね。うん、多分、ウェッティとかで吹いたらスッと消えるので、うん、まあ。きっと良くなる、ドラフォル。そう。今じゃないから、葉っぱ1枚2枚出た時に、良くなったよっていうのを楽しんでもらえたらいいかなっていう。すごい。いいよね、これ。だからやっぱスケスケ鉢のね。そう。良さだよね、これがね。そうですね。これもね、ネザミエルにもほら、もう。書いてる。ほら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 。ネザミエルはこの枠をね、生かしてね。先の葉っぱ、期待。あ、だ次の次って、次って書きたかったっぽいって、ね。次がもうちょっと先になっちゃったんで。まあそういうのをね。ね、楽しんでもらったら、はい。はい。あとはね、今回ちょっとね、朝岡園芸さんのブース。このポトス3種セット。まあ、ポトスサミットということでね。はい、ね、ここに、エンジョイと、エメラルドと、グローバルグリーン。あ、グローバルグリーン、やっぱ人気かな。一番、ちょっとあった、うん、グローバルグリーン。3種類ね。この3種類を、ちょっとセットで、ね、並べてみました。これ、セットいいね。そう、どう提案するかなっていうので、まあ、多分、カゴに入れたまま、うん、まあ、1カゴずつでもよかったんやけど、まあ、ちょっとこうやってセットにしてみたら、こういう組み合わせで楽しんでもらえるかなと思って、こういう陳列にしてみました。で、もう、このね、うん、もう、美格子だ始めるなら、まずここからっていう、朝岡園芸さんの、美格子だね。美格子だの苔玉ですね。うん、
すごい貯水量がえらいことになって、うん、っ元気すぎるね。ねえ。貯水用祭りです。最初、初めて、ビカクシダするよという方は、まあ、このタグをまず見つけて、これからやってもらったらいいのかなと思います、これね。そうだね。うん、これが目印です。そうですね。で、まあ、いきなりね、板付けも自分でできるよっていう方は、こういうポット苗とかも。でも、苔玉も実は、板付けに向いてて、うん、めちゃくちゃ向いてる。板付け初心者の人は意外と、こっちから始めるのいいかもしれんね。そう。苔玉を？そう。こう。例えばこれとかだったら、苔玉をね、ここでこう板付けしたいなと思った時に、ここでね、スパーンって切るんですよ。そう。で、その卵と結束バンドで板にグッと押し付ける。ね、足りないところに、まあ、猫チップ豆腐、エクセレントでこう、マルチングしてもらって、ほんじゃあそこに綺麗に貼っていくので、やっぱ支持層があるっていうのは、むちゃくちゃ、やりやすいよね。やりやすいと思うんで。初心者向きの板付けに持ってこいの苔玉でございます。はい、このままでもむちゃくちゃ楽しい。まあまあね、まあね、それを楽しんだ後なのにね。うん、はい。あとはもう釣りとか、うん、そう、あとはね、もうレイブンもたくさんあって、うん、で、これが、セブブルーね。うん。これはでも、うちの役で和尚さんね。あ、これ和尚さんだね。うんもう私、ずっと浅岡さんのって言うとったらごめんなさい。じゃあでも私も、あれと思って、和尚さんも作ってみえるよね。うん、そうなの、ね、うん。で、ここが、加藤さんのステータス。すごいよ、ステータス。で、これをがヒロ君が考えたタグって言ったよね。そうね。いや、めちゃくちゃやっぱオシャレやなと思って、こう、並んでるのを見て。ステータスっぽいよね。ステータスっぽい。でももう十何年前だね。うん、でもなんかその古くなった感じ実際しない。そうだね、しないね。うん、今見ても、もう初めて見た人でもやっぱ綺麗なって思うタグやもんね。ちょやるいや、これすごいなっていう。うん、そう。このステータスはもう本当にぜひハルッピーのね、ぐるぐる仕立てにね。ぐるぐる仕立てやってほしい。うん。で、登らしてもね、多分ね、あっちゅう間に葉っぱこんなんなの。うんうんうん、うん、うん。でも、すごい楽しいと思う、これは。でもステータスのぐるぐる仕立て見たらもうね、ぐるぐる仕立てやらずにはおられない。うん。いや、嬉しいことに。やっぱね、ポトスは垂れるイメージだったけど、うんうん、私の中でやっぱそれは、変わった。まあ、ちょっと変わっちゃったね。あれはあれで良かった時代もあったんだけど、なんか垂れるとやっぱ小さくなっちゃうし、そうなのよ。うんうん、なんかちょっと、なんかボリュームがね、減っちゃうもんで、聞いてる？え、何？聞いてるよ、聞いてるよ。なので、ぐるぐる仕立てね、ぜひポトス革命チャンネルでもやってるし、そうそうそう、アルピーのね、YouTube でもね、うん、ちょっと私映ってないんですけど。あの、幅聞かせとかね。いや、もう、ぜひね、嬉しい、うん、本当にぐるぐる仕立ては、ポトスに絶対向いてるから、向いてる。伸びたポトスが生かされる、うん、生かされる。そう。うん、で、どんどんやっぱね、うん、気根が入ることによって、そう、展開が早いんですよ。そう。だから育つスピードも多分早いと思う。垂れると結局、うん、気根がそのままになってるから、もう小さくなってっちゃって、うん、そうそうそう、正直、ちょっとこうなんて、寂しくなっちゃうよね。もったいない。そう。私からしたら、その気根生かしてあげてよってやっぱ思うからさ。っていうのがもうぐるぐる仕立ては生かされてるから、うん、もうぜひちょっと騙されたと思ってでも、はい、やってもらえるね。だからそういうのにも、こうやって、釣り鉢でも、長いのでもね。長いのがこうやってあるのね。普段やったらどうしようって思うかもしれんけど、次はこうやって、植えた時にこうやってやる。ね。そうすると一気にこうボリュームが。ピンで止めるとか、U ピンで止めるとか、うん、もうなんか本当に気根の中にね、土とか猫チップこうやるだけでね。ね。まあこうなってても、うん、まあこれ好みですけどね。そう。うん、まあそういう風に楽しんでもらえたらね、嬉しい。そう、新しい楽しみ方が正直生産者でもできたなと思って。うん、グローバルもやってますんで、うん、多分近いうちに、こんなん見せれると思います。はい。はい。で、ここからは、伊藤さんのテルノシリーズ。ね、テルノシリーズ、ね。もうざっとたくさんあったんですけど。もうだいぶなくなってるね。でもまさかのさ、ラブソングがある。まだ。最後ラスイッチじゃない？ラスイッチやけど、うん、そう、なんか、いつもやったらもう、まずこれがなくなるイメージやったんやけど、ポットが売れてるんだね。ポット内がすごい出てるっていう。ツルス、ポトスよりも、サンズポットが主流なんだ、うん、愛媛はね。だから地域性もあるのかな、うんうん、お一人ね、すごいね、私印象的やったんが、封入り時、実は苦手なんですって言われて、ああ、そうって。で、だから黒いのが欲しい、あ、黒いじゃないね。緑のやつが欲しいんですって言って、うん、テルノジャック初めてのポトス。あ、初めてのポトス、テルノジャックなかなかですねって言ったそうだね、渋いね。渋いですね、って言って。いや、すごい。でも、ね、それだけいろんな方の、ニーズにあった。答えれるってことだもんね。うん、すごい、本当にいっぱい種類があります。でね、もうついにやっぱり、根が見えるってね、もうちょっともう、だいぶ皆さん。え、このさ、これ誰が書いてくれた、うん、これ猫たんが。あ、めっちゃ上手やん。そう、猫たんがもう。やっぱ猫たん何でもセンスあるし才能あるね。ね。すごい。おかげでもうすごいもう。これ持って帰った方がいいんちゃう？あ、ね、次用に。次もこれ使ってくれる。いや、いいと思う。うん。まだ、買いに来れるんだ。あ、それは嬉しいね。ね、
なかなか愛媛はちょっとどこに売ってるかちょっとわかんないんで、うん、ぜひまだ中村さんにはありますんで、うん、これやっぱね、まだ使ったことないよっていう方もやっぱ気にして見てて、うん、でまあどういうとこがいいのっていうのをやっぱちょっとお話しさせてもらったんですよ。うんうん、やっぱ根っこが見えるっていうのとか、そのただおしゃれっていうわけじゃなくて、うん、機能的にもしっかりとこの植え替えのタイミングを逃さないとか、うん、やっぱそういうのすごい大事やなっていうのを伝えたら、確かにって言って、うん、みんなじゃあって言ってもやっぱまとめて買っていただいてますかね。そう、確かにそう、今回本当手に取ってくれる人多いなと思って、うんうん、で一番いいタイミングで次これを3号を4号にスコンと植え替えしてあげてくださいねって言って、うんうん、でそれを次いいタイミング見ていいタイミングで午後っていう感じにしてもらったら、もうどんどん多分一番早いこと育てることができるんじゃないかなっていう提案をねさせていただいた。大体みんなまとめて本当にね、ありがとうございますという感じで、うん、本当に良かったですね。愛媛にも上陸しておりますので、はい、ちょっとあまり横から撮ると厚みがバレるかもしれない。ちょっとこの春日が隣におるのどうやん、手繋いでいこう。でここからはもうアキボンさんの、うん、植物とかね。すごいでしょ。まあまあ、でももう本当にいいものがたくさん並んでおります。で、まあ、ここは、まあ、私たちが、その、浅岡さんのやつをね、うん、植え替えさせてもらって、活着させてからね、うん、持ってきたものになるんで、まあ、こういう、うちらはこうやって植え替えるっていうのを、まあ、先にリスクをこちらが取って、うん、猫チップを紹介するために、こういうふうな販売をね、させてもらってます。イベント。まあ、イベントだけなんですよね。イベント用だね、これはね。はい。イベントでしかやっぱちょっと手に入らない。そう、なかなかね、できないんですけど。ある意味、ほんと全部ね、一個一個ね、書いてあるんでね。そう、全部。見て、こう、可愛いんだって、絵が。ほら。こう。こう。もうちょっとしたね。そう。これ絶対いいよね。日付入ってて。こういうのやっぱ書けるのがスケスケ鉢やな。そうやな。そうやな。書けて可愛い。うん、で、まあ、値段は気になるときは、ウェッティで消したらすぐ。でも、これも思い出だからね。うん。そう、すべてが思い出よ。だからもう多分ね、これ、うん、もう間もなく、今これ3号ポットに割ってるんですけど、うん、多分4号とかに見て、さっきも言った通り、こうやって、あ、そろそろやなっていうのを見たら、うん、ポンと植え替えたら、一気にまた、大きく、わっとなってくれると思います。うん。まあ、それが見れるっていうのが、やっぱね、むちゃくちゃいいことだよね。スケスケのね、はい、いいところなんで。はい。ということでね、はい、一周ぐるっと回ってきました。まあ、素晴らしい。これ、何？寄せ植え？寄せ植え。え？猫チップで寄せ植えしてくれた。めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いですよ。うん。今日、なんとこれ。うん。3000円。すごい。籠も全部込みやから、これもう何かがただの状態です。これ、外物？外物ですね。そうだよね。ちょっと玄関先に置いておくと絶対課題にのしといたら可愛いや。水ジャージャーかけてあげた。アジサイだよね。そう、アジサイです。これ9月にもう一回咲くらしいです。5月。紫の。いやだ、すごいなんか。三本さんのとか、まあミックスですね。すごいこれ。あ、めっちゃ可愛い。そうなんですよ。めっちゃ最後まで。これいいよ、これいいよ。こういうのもね、じゃんじゃん水やりできる、うん。水やってもいいカゴなんで、これは。うん、そうです。そう。濡れても大丈夫なカゴ風のカゴなんで。カゴ風のカゴね。カゴ風のカゴ。まあ、ぜひね、ギャル風のハルタみたいな。ギャル風のハルタ。なんならこう、ほら、こう、これ、まあこれはちょっとあれだ、こういうのつけたりね、なんかいろいろしてね。そう。あ、これね。チャームをね。チャームをつけちゃう。つけてね。そうもいいね。ギャルピカ案件やったね。ギャルピカ案件。めっちゃ可愛いやん。確かに。素晴らしい。こんな感じのね、ブースでした。素晴らしい。ありがとうございます。これにもね、これも。そうですね。あ、最後に、エプロン。めっちゃ刺繍が上手にっていうか、まあまあ、プロの機械が。これは発注してやってやった。これは発注してやりましたね。ちゃんとしっかり R マーク。そうなんです。ちゃんとこれ、アロイヤーズの R と一緒やから。そうなんですよ。めっちゃ可愛いやん。ちゃんと本当合わせてやりますか。めっちゃいい。でもしかも、本当に商標登録します。まあ、ここで言っちゃうと、ついに花森屋のぼり棒猫チップ。これは商標、まあ、登録をしました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。猫ののぼり棒。はい。園芸用の支柱として C 型のものっていう枠で、衣装を取りました。お、すごいじゃないありがとうございます。だからもう、空いてるものはもう、花森屋に、まあ、花森屋とか、まあ、皆さん、ダメですよっていう。さらにですね、猫チップ。おぉココチップと、まあ、何かが配合されているものっていう、まあ、これも申請ですけど、はい、一旦特許を申請しました。特許申請中でーす。はい、申請中でございます。ありがとうございます。はい。まあ、皆さん、ね、かなりご心配されるので、はいはい、そういう特許取った方がいいんじゃないですかって、うんうん。そうだね、それはそうだね。いうのがあって、うんうん、たまたま相談させてもらった先生が、うん、それってパクリじゃないですかっていうドラマがあったんですよ、水曜日のドラマが。うん、それを監修された先生やって、私に任せてくださいっていうね。
すごいつながりだね。そうなんですよ。ビシッと蝶ネクタイつけたね、めっちゃナイスなおじさんで、どんどん話が進んで、まあ少々衣装特許もうどんどん行きました。すごい3点セットだよ。はい、もう鉄壁でございます。ね、特許申請中っていう風にもう出さなかったね。そういうことね。そうだね。まあお金もかかってますからね。いやまあでもね、はい、それぐらいしとかないといけない商品になってきたってことだよね。そうなんですね。もう確実に世界に羽ばたく商品なので、そうなんです、皆さん買うなら今ですよ。花森屋は猫チップでガチもうなんか様になってきたね。様になってきたね。だいぶやってるから。うん、そうそう、もう本当です。そういうことです。それとさ、はい、その先おじさんぽさわけですよ。これ並べてみようかなと思う。チリチリやから分からない。園長と一緒にね、猫ちゃんがね。はい。ということで、おじさんぽ結果発表。発表、はい、結果発表しましょう。どうしようかな。そう。全然帰ってこないのってことはね。40分、おじさんぽしてきました。おじさんぽね。何してたやん。ショッピング楽しんじゃいました。はい。ぜひぜひ、まずは。まずね、やっぱり、この、アロカシアとね、猫チップの関係性っていうのはもう分かってるっていうのがあって、ちょっと新しい品種のアロカシア。これ何？これもう、アロカシアメロみたいなね、葉脈があって、しかも、歯の表も裏も、これね、ピャロのほっぺたみたいな。ああ、これ、硬いと思うんですよ。これはどちらで購入されたんですか？これはブラッド&スティーさん。何だって？ノエちゃんマンから。ノエちゃんマンからね。はい。これでもほんまほぼもう猫チップではないけど。そうそうそう。もう同じ考え方で。ほぼチップっすわ。ほぼチップ。ほぼじゃないんだこれ。でもほぼもうね。ほぼチップでいいです。仲良しのところは何してもでも構わない。え、すごい。いや、いいでしょ？で、はい、次にこれ、ジュエルオーキッドは、猫チップでいけますかっていうのがあったから、質問ものすごいいただきました。ああ、じゃあやりましょうって。これめっちゃ綺麗じゃないですか。え、ピンク、ピンクでよ。だいたい黄色やのね。そう、赤だ、ピンクだって。めっちゃ可愛い。これめっちゃ可愛いでしょ。私こういうの。大きくして前見にプレゼントつながっちゃう。そういうことやな。こういうの好き。こういうのいいっすよね。ここまでなんか赤いのあんまなくて、これいいなと思って。ナイスやわ。これが二つ目でしょ。このままにしとけばいいの？いや、僕はもうユーモア高に挑んでいく。猫ちゃんは大きくしちゃうと思うけど、大きく出しちゃうと思うけど、うちこれ。あ、もうカップのままでってことね。まあまあ、環境、そんな大きくはならんかもしれない。ああ、そういうことね。大きくしたいだったら出すけどね。うん。猫チップでいけるか案件。そうそうそう。これ誰だった、これ誰のところ、これもバーダーとシーさん。はい。で、次これね。来たよ。来た。ハルさんとこの、はい。アグラオネマね。そう。ハルプランさんとこの、ああね。アグラオネマを2つ。2つ行きました。2つ。なんか違うのこれは。いや、ナノちゃんに選んでもらって、あ、これもいいけど、これもいいなって言ったから、あ、じゃあこれとこれで。あ、そういうことね。大人買い。おじさん買いですわ。おじさん買い。おじさん買いですわ、これ。でも本当にでも違うね、よく見ると。そうなんですよ。これ未消株でどういう風に変わってるかわからんって言って。そうなんですよ。そうなんですよね。はい。これでも今からむっちゃええの出てきてまうかもしれない。出てきてまうかも。返してって言われるかも。天才だよね。そう。これが白が入ってないんだけど、なんかすごい綺麗なと思ってて、最初見た時から。すごい。現段階で3色あるやん。ある。もしこれで白入ったら4色になると思う。これはもう伝説の油の前になる。なるほどね。ただまあまあ、でももう白ないからね。出てくるかな。来たら楽しみやね。これとかはもう必ず白があって、いずれ玉になるって感じでね。白玉になるんでしょう。わあ、楽しみやね。でですね。実は、前回も購入していただいて、ほったらかしにしすぎてダメにしちゃった。オブツーサニシキっていうのを再チャレンジ。妖精案件ね。妖精案件で再チャレンジします。これはもう妖精が頑張って。この透け感。育てる。真っ白だもんね。成長は超絶ゆっくりらしいんで。裏返して、前に。世界から集めた。希少多肉植物って書いてある。すごいら、食べるやん。いいよ。素敵やね。やっぱ色が入ってるのもね、また違う、この2色の。そう、ほんで、これの店主さんにね、これもこう長いこと頑張ったら大きくなるんですかって言ったら、いや、大きくなるとは思いますけど、大きくしてる人は見たことないですって言ってたんで、あ、じゃあ、猫ちゃんやっちゃいましょうと。ちょっと時間かかるとは思いますけどね。時間かかると思いますけど。白かったらね。はい。しかも根っこはちょっと弱いって言ってたんで、これね。これも SS 案件。そう。もう今日上書いて帰ったのかぐらいの感じですけど。何やったらもう切って乗せとく案件かもしれない。そういうこと。そういうこと。もうゼロからスタート。楽しい。案件。いや、結構案件多いし。オブツーサ、猫チップいけますかっていうね。いう感じです。で、さらにですね。まだある。
これは。これがね、もう僕、もう絶対手に入れたかったやつなんですよ。うんうん、一葉のアジアンタムなんですけど。草じゃなくて草、じゃあ、まあ全部草。草これ、アジアンタム。いやいやいや。え、何何一つ葉のアジアンタム。そう。アジアンタムなんですよ、これ。普通はもっとバサ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 ってなってるけど、一つ葉なんね。ああ、そういう一つ葉なんだけど。これはね。ちょっとハートだね。そう。そうよ。いいね。わっさわさのアジアンタム。そう、森尾さんと協力して、どんどん増やしたいなって、うん。大きくしてね、森尾さんに返す。そうなんですよ。これ森尾かえんさんね。森尾かえんさん。はい。で、うん、僕もパッと来た時に、これって決めたんですよ。これ。すごいよね。もうこれはすごい。もう、ハルピ見てわかる。あ、見てわかる。この凄さが。やばって思って。うん。で、まさかこれを買って帰るのって。おやってみたいって思ったよね。どうなるんやろって。胞子培養を多分やって、うん。まあ、100とか200、うんうん、下手しもっとたくさんの株ができてるかもしれないですよ。うんはいはいはい、その中で多分出るのが1個とか、お1個出たらすごいってやつだと思います。その世界の人には分かるけど、私たちにはごめん、全然分からんかったよね。うん、けどすごいね。これでもときめいた俺。ときめいた。猫団がときめくってすごいね。で、これを購入させてもらったら、うん、これがついてきたって。ついてきた。おまけでどうぞ。おまけでいただいて。あ、 ありがとうございます。だけど、これも、まあまあやってるよな。そう。あ、そう。まあまあやってる？縮れてるでしょうか？わかる？ちょっと変わってんのが好きで。うーん。うん、そういうことね。周りも好きね。これとこれをしっかりと育てて、うん、どうなるんやっていうのをね、またやっていけたいなって、うん。久しぶりに植物買いますね。ねえ、すごい、もう大人買い。大人買い。爆買いぐらいの感じですね。何も言えないけど、まあまあだよね。まあまあっすね。まあまあでしたね。これでは足りた？これでは足りました。足りた。それはギリギリぐらい。ギリギリ足りたぐらいの。そのうちね、ハルピンとか請求書請求書だけはいらんのよ、本当に。まあでもまあこの辺はね、ちょっとまた板付けさせてもらおうかな。そうですね。うん、楽しみやって、うん。やってみたいなって自分でも思います。どれぐらい、1年ぐらい育てればだいぶ変わる？いや、もっとゆっくりだと思う。もっとゆっくり。やっぱりね、こうやって、うん、まあちょっと言ったら奇形っぽいやつって、アンスリウムでもそうやけど、はい、やっぱね、うん、弱いんですよ、ね。で、根っこがひょろっとしてて、やっぱゆっくり。なるほど。そうなんですよ。多分もう何年って、5年とか。時間かかって楽しみだね。仕上げるという感じだと思う。映像には残してあるんで。そうですね。あれ、あの時のあれっていう感じで、ね、思い出に残ったりと思う。楽しみだ。投資培養してるので言ったら、アキポンさんも、めっちゃ変わったやつ一つ。一つね。まあ、もらえてるというか、扱ってて、はい、これは投資培養の二つ目、超変わったやつなんで、もう楽しみで仕方がないっていうか。ここからどんな、うにゃにゃってした貯水用が出てきて、あの、面白い株になるかっていうのが。はい、楽しみです。まあ、幸せでした。はい。いっぱい買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕もちょっとおじさんぽやらせていただきたいんですけど、そうそう一緒にやりましたもんね。そう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 。じゃじゃん。じゃあまずは、うん、このこれね、これ何かハルピー何かわかる？これね、実はね、うちね結構馴染みが深くて、おうちのパパ が深い。パパめっちゃ育ててるんですよ。あ、そうなんだ。おお。うちね、シンビジウムまみれの家で育ったんですよ。あ、そうなんだ。はい。娘なのね。新美娘なんですよ。うちのパパ異常に増やすんで。でね、これ昨日猫さんに言われてね、うん、いいのがあった。シンビジウムの斑入りがあったって、そう言われて。ほ、うんうん、で、俺、その時はなんとも、あんまり思わなくて、ピンとこんくて。ああ。俺今日朝、この石田蘭英さんに行ってさ、シンビジウムの斑入りだよって言って、俺食いついちゃって。そうそう。これだって花まで斑入りになるって。そうそう。一、うん、個。この、まずこの葉っぱ。葉っぱの脇が白い。うん、脇が白いってことがもう斑入りってことだね、うんうんうん。多分ね、こっちが赤い花がついて、その赤い花にも斑が入るっていうやつで、こっちはね、花には入らないって言ってた。逆、あれ逆だった。こっちが緑の花が咲いて、うん、で、緑の花に、よし、取るな。風が入る。誰が交代するんだっけ、これ。で、この赤い方には、風は入らないんですけど、この、葉先、こう赤いところあるじゃないですか。これが赤の組織が入ってるっていうのに、この葉っぱの赤。ああ、そういうこと。そうそう、この葉先がちょっと赤い。ロイヤさん。このね、この両目の、この真ん中のところやな。この真ん中のところ赤かったらそうやろ。これがもう赤い花の組織入っとんでいうことやから。これは赤ね。クレンゲっていうのか。クレンゲ。いや、素晴らしい。そうそう。これ楽しみやね。これ楽しみ。これめっちゃ大きな花だ。正直、このままだと、芯には見えるね。見えんね。そう、だからもう葉っぱで楽しんで、まあ3年ぐらいしたらうまいこといけば。そうそう。でも、目標は、あと2年して、うん、なのが20歳になった時に、咲いた花を渡すっていうのが、もう、ストーリーがね。ストーリー。完璧。店長頑張って。頑張るよ。そんな壮大なストーリーを。そうです。あれ、ね、もう行っちゃったからね。そうそうそう。じゃあ、そう。これちょっと、猫チップに植え替えて、これチャレンジしてみます。ぜひぜひ。うん。
絶対相性いいと思います。もう石田さんはもう猫チップめちゃくちゃ押してくれてて、うん、絶対いけます、うん、断言してくれとったからね。で、ね、もう一個ね、これ石田さんのところのやつ。あらら、そう。それは？これね、これもね、もちろんシンビジウムなんですけど、はい、うん、ちょっと葉っぱ触ってみてください。これ分厚いんですよ。全然違う。そう。ごつ。やだー。めっちゃごつ。これ何？で、これね、普通ぐらいの分厚い。製品があったんだけど、花もついてて、うん、何、エンジ色っていうかな、うん、いう花が、これ垂れ下がった感じがついてて、で、何これって言ったら、アロエバって言って、うん、もう、硬い葉っぱ。そう。で、夏にめちゃ強いって言って。うん。で、夏に花が咲くって言ってたんで。ハウスやったらめっちゃいいじゃん。そうそうそう。もうガンガンにして、ちょっとやってみようかなと思って。で、その、まあ、株もね、そんなにまだないって言ってて、それの小株をちょっと分けて販売してたんで、これはもうやるしかないって。そうやね、やるしかない、ね。すごいかっこいい名前。そう。なんで？アロエフォリウムユニバーシティ。ユニバーシティ？まあ、どんな感じかはわからんけど、まあ、世界的な感じで。ユニバーシティってどういう意味？ユニバーシティ。大学の。え、アロエの大学？あ、そうだ、アロエっぽい大学。アロエっぽい大学ね。おー、なんかちょっと賢そうやな。いいじゃん。そうそうそう。これも、なんか、シンビジウムの、なんか、この先の、そう、なんか楽しそう。未来の明るさを、ちょっと感じたんですよね。感じました。そう。これは面白いね。楽しそう、やったんですよ。うん、そう。すごく。ここで、シンビのモジャマトみたいなさ、根っこを、うん、とね、シンビジウムと、あとグラマトを掛け合わせたもの、うん、あ、言うてました、言うてました。そういうこと、そう。小型の、グラマトフィラム、うん。そうそうそう。それもね、面白そうだった。面白そう。うん、だってこう、観葉としてもね、可愛いし、ね、うん、で、また花も咲くって言ったら、さらに楽しそう。可愛いよね。可愛い。まあ、とりあえずこれ、猫チップで、はい。そうですね。育ててみます。すごいね、ごめんけど。シンプル、そうそう。シンプルよ。うん、でもこれがね、また、飾り方で変わると思う。変わるんだよね。根が見えるって道がある。根が見える道がある。あるやろうしね。そう、うん。はい、じゃあ次これね。これね。これ。これはもう約束の、約束のもんになるんです。約束のもん。譲り合いで。え、猫担当やつ。猫担当、何これ？これ。アンスリウム。うん、あ、アンスなの？そう。名前がちょっとわからない。アリサエモイです。うん、アリサエモイです。もうボコボコの葉っぱがもう、三つ股に分かれるとかも。すごいでしょ。ルクスリアンスのすごい版みたいな、ね。すごい版みたいな感じ。耳がね、ついてね。あ、耳とした、なんか可愛い、うさぎに見えてる。可愛いでしょ。うん、はじめね、これね、猫さんが買おうと思ってたのを俺が奪い取った。奪い取った。もともと2鉢あって、まあ、どっちも買ってもいいじゃないと思っとったら、1個売れちゃいましたって思って、で、僕はアロカシアを持ってたんで。うん、違う違う、もう。そう。じゃあ僕、ドラ焼きの大きいやつと、こっちを、うん、あ、まあ、どうしようかなと思ったけど、まあ、ドラ焼きはね、みんな持ってるから、うん、じゃあ持ってないやつやりたいなと思って。これは、実はむっちゃ貴重なんですよ。うん、入ってくる時期というか、瓶もそんなに多いわけではないと思うんですよね。はい、横にある中で2年ぐらい前に、くんぞうさんが入れたきり、ああ、そうなんだ。花中さんにも入ってないんですよ。これアンスなの？アンスリウムです。欲しい。え、これちょっとときめいた。2万円で売ったけど、あ、3万円で売ったけど。高いねんなー。何万円で買ったか知らんけど。アンスリウムじゃないんやな。歯の出来上がりが。そう、そう。アンスリウムじゃないやんって思ったんやけど、アンスなんや、ね。これアンスリウムやん。どこの方のこれはバーダントスリウム。すごいね。いろいろ持ってる。いや、これ欲しいわ。これ欲しいやろ、うん、これ欲しい。これはもう、でもほんまに貴重なの。え、いいの？ 3 万円。3万円。増えてる。増やしとくね。増やしたから、多分ここ来たらまだ増えるから。うん、そうそうそう。これは魅力的。うん、これはものすごいいいっすよ、本当に。ちょっとこれ、大きくしてみます、うん。はい。え、だってこれでこうなって、こうなったらもう、ね、かっこいいよね。これはよだれもんやね。3枚では、もしかしたら止まらんかもしれないし。すごい。すごい。7000円。そう、待って、見えるね。7000円は私3万円で売られようとしたから。怖いここ通すの？そうなのね。そりゃそういうもんやもんね。商売っちゃそういうもんやからね。うん、はい、次。はい。これは開ける方がいいな。うんうん、せっかく。これね、ハルプラントさんの、アグラオネマのカーティシ。カーティシ。わかる？カーティシ。レオンの。あ、そうそうそう。みんなが探しとるって言うんだ。そうそうそう。すごい、なかなか見つからんって言ってね。うん、なんでこんなでっかいのあるの？いや、あるみたい。で、そのカーティシーっていうのは、うん、まあ、いろんなところでなんか同じような名前、同じっていうか、本物か本物じゃないか論争が多分、うん、あるみたいで、で、このハルプラントさんも一応、その、アグラマのカーティシーから出た、買ったやつを、自分で小株を増やしたやつがこれ、うん、みたいで。うん、まあ、でも、ハルさんから買うのって安心やもんね。そうそうそう。まあ、それはいいと思う、ほんまに。うん、この間ね、兵庫のグリーンラックさんで、カーティシー、カーティシー言われたらね、カーティシー欲しくなっちゃう。ああ、そう。そうそう。もう、ミーハーなんだから。そう、ミーハーなんだからね。そうそう。あ
まあ、ね、一個ぐらい持っとかんとね。そうそうそう。あの女の子がね、マチルダが持っとった、ね。そうそうそう。めっちゃいい。うん。まあまあ、立派やね。立派。うん。めっちゃ立派だよ。アグラオネマを、その、猫チップで、難なく育てられるっていうことを、やらないといけないっていうのを、ハルさんと約束してる、まあ。それもあって、そうそうそう。それもあって、まあ、お互いこれを買い、僕もピクタも買い、ね。増やしていくでと。ちなみに、ハルさんの全春っていうのを、大昔の3年ぐらい前に生まれたやつがあるんですけど、それも分けて、いくつか増えてるよって言ったら、返してくださいって。なくなっちゃった？なかなか増えないんですよ。でも猫ちゃんが異常に増やすから。あ、うん、そう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 。すごいすごい。楽しみですわ。生産者さんも、返してほしいぐらいの案件になっちゃった、うん。そう。まあ、増やしましょう案件だね。そうやね。そういうことですね。渡しといたら返ってくるで倍になってってね。だから損はさせますか？そうそうそう。はい、ということでね。おじさんも買いましたね。いっぱい買ったね。ちょっと僕も久しぶりになんか買ったような気がする。うん、そうですね。よかった、うん。いい買いでした。そうね。せっかくね、愛媛まで来たんでね。は、う、い、ん。手ぶらじゃ帰れませんということで。そういうことです。おかげで僕の財布、焼け野原です。焼け野原。あ、もう、残り飛行機乗って。もちろん、あの手荷物で。うん。マイムが2個こうやって持って。うん。記録も持って。いやいやいや、そういうわけにはいかへん。誰でも抱えて帰ってかんわけね。まあ、預かってもいいけどね。仕方ない。ひろくんちゃんわがままなんやから。これ以外預かる。いいえ、これだけで。これだけ一番心配やから預かって。一回ちょっと養生してからはまた持ってるパンス。めちゃくちゃそれ気をつけて帰るから。じゃあ、このままエンディングいきますか。そうっすね。はい、今何のカモン。カモン。いいよ、セータン。写真じゃないから。ギリだよ。写真じゃないから。動画だから。あ、夫婦としてやっぱ、もう、夫婦として。あれ、ここは夫婦、ね、ご夫婦ですかっていう。ございません。あ、ございません。よかったですね。第3回食園祭。はい、食園祭よかったです。最高でした。楽しかった。結局、うん、薬局、猫チップも売り切れてて。そうですね。持ってきた分、さすが。ね、はい、まあ、自分たちの力を知りました、ね。やめて。やめて、恥ずかしいから。力を知りましたね。いやいや、剃ってんねん。植物もね、はい、だいぶなくなったしね。そうやね、うん。もうたくさん皆さんにお迎えしていただいて、よかったです、本当に。なかなか、うん。ニュースらしくね、うんうん、ちゃんと語ることができたのも、うん、ありがとうございます。思います、本当に。あのラックがね、うん、組み立てていただいて。はい、ね。5段ラックね。5段ラック。5段ラック素晴らしい。素晴らしい。なかなか四国にね、うん、あの、皆さんに会うことがね、うんうん、なかなかできなかったんで、うん、まあ、今回ね、よかったね。いろいろ会えてね。うん。いや、みんな、楽しそうでした、うん。イベントにね、うん、出展されてる方々も。うん、まあ、みんな、ファミリーみたいなもんで。はい。そうだね。ほんで、また初めての方にも、いっぱい、あの、多分、猫チップ知ってもらえたのが、よかったかな、というふうに思います。うん。そうだね。うん、まあ、掴んで話さない営業スタイルっていうのはね。素晴らしい。勉強させられた。ね、いや、本当に素晴らしい。いやいや、そんなそんなもう。借りもせずにね。本当に。押し売りみたいになっちゃった方もおるんやけど。いや、でもそれでもね、うん、買っててくれるってことはやっぱりね。うん、よかったのかなと思います。はい。ぜひ皆さんも会いに来てもらえたらな。そうですね。次のイベントに。うん、はい、そうですね。またね、これでね、はい、6月入ってね、はい、イベント尽くしになっていきますんでね、はい、うちらね。はい。頑張ります。またいろんなところでね、はい、ここでイベントやるよって、告知しますんで。はい、そうですね。うん、ぜひね、皆さん来てお願いします。本当お願いします。僕ら告知が大の苦手です。ああ、そう。ライブでしか言ってないああ、じゃあそれバンバン拾って、はい、バンバン宣伝していきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでね、はい、また次の動画かイベントでお会いしましょう。はい、これであなたも、アロイダーズ大好きだよーありがとうじゃあねーアラブー Give me a chance to show that you can be. We'll open your